では、では、セルブロスですね。まあ、本光沢のスーパークリア、これで、塗っていきます。結構ね、薄めに溶いて塗ればいいのかなと。こういう目に溶いちゃうと、ザラってしちゃうんで、やっぱり。さすがに買ってきました。まあ別に買い絞ってたわけじゃないんだけども、混ぜるようにね。だからクリアダンスだから元が濃いんで1対2ぐらいかな。これならね、倒してもこぼれないんで、蓋しとけば倒してもこぼれないんで、さっぱらこぼしてたからな。胴体からいくか。この形なんで、ちょっと待ってよ、なんだこれ。うわっ、ちょっと待ってよ、なんだこれ。超汚ねえな。スムーデの処理がちゃんとできてない。特殊の子真っ黒やん。上下で塗った方がいいね。いやー、意外にツヤがあるな。まあいいか、こんなもんで。いや、でしょ。ちょっと艶が強いかなという気もしましたが、もうめんどくさいんで進めます。あとはもうテープ貼っちゃっていいな。よいしょ、ぼちぼちと。じゃあ組み付けていきます。接着しようかな、どうしようかな。ですね、ちょっと動画を撮ってなかった。あれですわ、あれですわ、これです。ウォッシングですね、ウォッシングで胴体
胴体というか他の部分やっちゃいました。で、あまりにもその軽いウォッシングなんですよ。そんなに目立たないんで、で、まあ特に動画に上げるほどでもないかなと。で、実際はそのちょっと艶が強かったんで、艶を落とす方向のウォッシングですね。でちょっとこの主翼、まあ主翼も実は一回やってあるんですけどね、もう一回ちょっと。で、要はこのウォッシングをやりたいがために筋彫りの後にトップコートを乗せるっていうのもあります。で、使うのはエナメルの塗料ですね。で、なんだろう、適当になんか使えそうな色でもいいとは思うんですけどね、例えばブラウンと黒を混ぜるとか、まあ、黒だけでもいいでしょうし。で、かなり薄めます。まあ、これもなんて言うんだろうな、まあ、作り手の頭の中にどの程度のものがあるかっていう部分ですね。で、今これ紺色と、これはフラットブラウン、だいたい2対1ぐらいかな。まあ、こんなちょっと茶色っぽい。他の部分にあったらもう若干青が強かったと思います。で、こっちがツヤありなんで、フラットベースをちょっとね入れてやります。で、今回ツヤをちょっと落としたいんで、ちょっと多めに。もうちょい、こんなもんかな。で、まあ気に入った色ができたら、なんか空き瓶か何かにね保存しといてもいいでしょうし。で、これをエナメルシンナーで薄めるんですよ。かなり薄めちゃってもいいけどね、自分がどの程度の、さっき言ったなこれ意外に青いな。そうすると他の部分とあまり変わんない。まあ、こんな色を塗ってました。もうちょっと青かったかな。気持ちいい。濃さ的にはこんなもんですね今で。これをまあこんな感じでやってて、うわこれもったいねえな。で、このままじゃあまりにも色が濃いんでね、のシンナーしませたので、まあ洗い落とすような感じですかね。
で、AFV とかであれば、AFV っていうのはあの戦車とかであればもうこういう感じでこう調整かけていくんですけど、まあ原油機なんで、しかもそんなに汚れてない機体なので、まあこんな感じでティッシュで調整ですよね。多少こう筋が出てるのが良いのではないかなと。あとはもう最初からもティッシュでやっちゃってから、ある程度落としてから、まあ、こんな感じで残ってるんで、これをで伸ばしていくとか、まあ、今バランス取るんで左右で汚れ具合がちょっと違ってると気持ち悪いんで、まあ、こんな感じですかね。で、艶的にはかなり落ちました。まあ、汚すのにウォッシングというんですよ。汚してるのにウォッシングというんですよ。で、まあこれ、まあ筋彫り用に使ってたやつと同じ塗料なんで、こっち入れちゃいます。もったいないですか、筋彫りに使えますので。逆にこう使ってもいいですしね、筋彫り用の。ということをやっていました。やっぱりウォッシングするとまた存在感変わりますね。機体の方がこんな感じになってますね。全体ウォッシングしたとこですね。あとは機体の方がもうこれで塗装終了なんで、あ、ちょっとあるわ、ちょっとやりたいのありまして、ちょっと今それあげますね。これですね、油絵の具の、そろそろ新しいの買ってこなきゃ。油絵の具のバントアンバーと、ウルトラマリン、ウルトラマリンだよな、これ、うん、ウルトラマリンで、油絵の具、油絵やるときに黒っていうのは大体この2色を混ぜて黒を作るんですよ。よいしょ、いやちょっと遠いな、分かったな。で、どうしても今のこれも同じなんですけど、
青の方が強いんで茶色多めに入れます。ちょっともうちょっと青が少なくてもいい、調整するか。っていうか茶色だけでも良かったかも、今やろうとしてるのは。で今やろうとしてるのが下回りの汚れですね。この辺から今プーって出てたんだけど出そうな穴がない。どうしようかな。油用のペンティングオイルとこれが乾燥促進剤、油絵どうしても油絵の具って冬場なんかだったら2週間ぐらいかかるかな、固まるのに。まあ、夏場でも3、4日固まる、かかるんで。なんだこれ、しばらく絵やってないんで結構で、あんまりたくさんは入れないです。ここで調整するんで結構ペタ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 しちゃうね。これもねほんのわずか、多分一滴とかで下手くそだ。なんでこっちやりにくい、こんなに。なんでだろう、ちょっと持ち方がまっすぐ後ろに下がっててくれない。まあこんな感じですね。もうちょっと今時間置いてないんでね、全然多分もうちょっと置いといたらいいと思うんですけど、まあ、こんなんですね。あとは写真を見ながらこの辺汚れてるかなってところをポイントポイントで汚してやると。あとはまあ機体の方で、汚れがここちょっとすごいなっていうのが、まあ、先日もお話してたラッチハンドルのところ、特にこのエンジンの横ですね、このラッチハンドルの汚れが結構目立つんで、この辺ちょっと黒を強くした今の油絵の具で。まあ、これも多分ある程度乾いてからやった方がいいとは思いますけど、またこれでちょっと違う感じが、ちょっと下手くそですけどね。この辺まで
で持ってってもいいかもしれない。広がる感じで、ここなんか穴開けた方がいいかもしれないな。絶対なんかドレーンあります、ここ。そうですね、収浴のあれですね、あれ。まあこれと接着しちゃうんで、まあこの開いた時にここの汚れですね、例のこういう汚れか、まあ、これもこいつでやってもいいと思いますし、まあ、これはもうこの状態で接着しちゃうのでやらないですけど、あとついでだから、足回りのあのオイル染みみたい、あ、やってあるかな、汚してあるな。主翼ですよね。油が漏れそうなところ。点点点と置いていて、ちょっと大げさになっちゃうんです。大げさだなと思ったら掃除すればいいんで。綺麗な。ただ完全には取れないですから、今ちょっとここ広がっちゃいましたよね。こんな感じになっちゃうので。実際はこんなに油出てないですけどね。で、まあ、今回はこの辺でとどめときますけど、あんまりやるとうるさくなるんで、まあ、他とのバランスがねやっぱりあるので、で、この油絵の具、これはもう使えないんで、一回混ぜちゃったやつは化学反応で固まっていく一方なんで、もう使えないです。練るだけで固まっていくので、では、よいしょ、